じゃないです。言ってない。え、でもまたじゃないですか。ゆっくり構えしない。お邪魔します。じゃあくつろいでますね。いや、部屋ってくつろぐんじゃない。いや、そうそうなんですよ。僕らがおかしいんじゃないんですよ。ね、そうだよね。そうだね。部屋はくつろぐもん。そう確かに。そうですよ。おっしゃる通りでした。そうですよね。普段いつもこんな感じですか、二人とも。いつもは、だから、こんな感じですね。それぞれの行動をとってます。それぞれなんかテレビ見たり、まあなんか動画見たりとかして、気づいたら4時間ぐらい喋ってない時が全然あります、多分。4時間ぐらい？いや全然ありますよ。だからなんかこうそれぞれ寝っ転がりながら携帯いじってなんかゲームやったりとかして、で気づいたら全然お互い喋ってないみたいなね。そうっす。で夜遅くなったらじゃあ古いか。喋るときは喋りますけど。だから別にお互い干渉せずに本当にそれぞれの行動をとってます。俺結構下からもそんななんかなんて言うんだろう、壁作られたくないんでなんかこう、そうなん、いや分かる。別にタメ口でも OK みたいな感じ。ああ、そうっすね。なんで。害は全然ないっす。害って何？害で合ってる言葉。害じゃない。害でもないんでしょ。ない。害はないんでしょ。うん、じゃあいいんだけど。すごいくつろげてます。いかにもそのお互い二人部屋なんだけどその一人部屋の感じでいけるかっていう。タイも一緒だし沖縄も一緒なんで、うん、2ヶ月3ヶ月じゃん。3ヶ月はどういう計算してるんですか。え、今3月でしょ、うん、2ヶ月だ、うん、2ヶ月大丈夫か。大丈夫。2ヶ月一緒なんで、だからストレス溜まるような相手じゃ無理なんで俺は。だからよかったっす。俺もよかった。後輩からは結構俺舐められてるというか。いや、舐めてない。そう、舐めてるわけじゃないんだけど、俺一回太陽から、まあ、進藤くんはなんだろう、イージーなんすよみたいに俺言われたことあって。
あ、でも分かるかもしれない。分かる。どういうことそれ。どういうこと。いやまあなんか普通に話したりとかしてても舐めてるってわけじゃないですけど気は使わないし、なんか若干ちょっと失礼なことを言っちゃったとしても大丈夫みたいな。舐めてるもんね。舐めてる。完全に。何です、若干失礼なことを。そうだからあんまベテランの人とかにはこう気をつけてるけど、進藤君にはまあ言っちゃってもいいからまあ。いやダメだよ。リラックスして。ダメだよ。リラックスして話してる。カーテンないの。カーテン見てこれ。でも寝るでしょ。結構デリケートだ。寝るじゃん。こう寝る。寝て。こうもうもろもろ日が差すわけですよ。ね。しんどくん結構こう見えてデリケートなんですよ結構。意外と。だからこう寝ててなんか動画見始めたら落ちちゃうんですよマジで。俺のなんか些細な物音とかで起きるんですよ。意外とで、次の日とかに愚痴られます。いや、ほんとカーテン買おうかと思ったもん。いや、このクッション買ったんすよ。こっち来てから。そう、こっち来てからっていうか、こっち来たからっけ。もう買ってたよ、確か。ね、沖縄の段階でも沖縄で注文してた。もうだいたいこういう和室の部屋だっていうの分かってるんで、うん、これを某熱帯雨林で注文して、でも来たら届いてる。熊本到着したも届いてる。本当だったらさ、何週間で帰る。1ヶ月じゃ、1ヶ月は予定だったじゃん。予定だったじゃん、元から1ヶ月3週間ぐらいか。だったらもう家だもん。こいつそういう物へのこだわりとかほんと何もなくて、シャンプーとかも結構選手ってね、それぞれなんかこだわりの自分のシャンプーとか買ってるんですけど、全然余裕で。あの備え付けの。でもあのタイとか沖縄ではまあ、バレない程度にしんどくんの洗顔とかだよね。だってお前洗顔置いてないもん。お互いボディーソープ、シャンプー、コンディショナーは3つあって、で、俺のあの洗顔フォーム、自分で使うやつはあるんですけど、タクロ洗顔フォーム持ってないんですよ。ごめん、使ってた。あの、舐めてますわ、こいつ。まあいいんだけど、全然いいんですけど、申し訳ないと思って。なんかそういう液体系、なんか結構減ってることあるね。あ、まあ、あと歯磨き。歯磨き粉。やっぱり。やっぱり。俺結構序盤でこう蓋閉めて。いや、そんな毎回は使ってないけど。あ、本当に？うん、まあその。やっぱね。切れた時は使わせてもらう。今は？今使ってるでしょ。今は使おうと思ってた、今切れたから。でも本当バレない、バレないようにっていうかこう。あんま使ったら申し訳ないから、めっちゃちょびっとだけ。でも俺分かったけどね、結構重かった。うん、分かった。買っちゃった。いいんだけどさ。そう。